ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤でございます。さあやってまいりました収録版でございますが、今回は久しぶりのスカウティングプレビューでございます。よろしくお願いいたします。はい、J1 が第18節、うん、後半戦のスタート、そして J2、はい、J3 が21節17節とちょうど折り返し地点となる、うん、そうかございますね。はい、どんなゲームになりますでしょうか。もう 50% ですよ全体の、ね、早いですよね。早いですね。カバーは小林優ということで、天元突破って書いてあるの、はい、これ。はい。どういう、まあ、なんとなくとりあえず突破しろってことをなんか四字熟語で言いたいなと思ってなるほど。何かって言ったら、川崎でのジュニーニョの得点は、はあ、小林優選手超えたんですが、はあ、はい、J1 での通算得点ってのに、うん、今ちなみにこの間もね、裏合わせの得点で小林優選手並んだところが、もうここを超えていこうぜってのが多分あるんだ。そういうことだ。大記録に挑んでるわけですね。そうですね。それでは、はい、今週の、レビュースタートでございます。プレビュースタートでございます。こちら出ました。まずは J3 からとですね。はい、行きたいと思います。はい、お願いします。まずは八戸対藤枝についてお話しいただきたいと思います。どんな風になりましょうか。はい、八戸藤枝なんですが、はい、去年、まあ、八戸ね、やってきたところで、はいはいはい、2敗しちゃったんですけど、ただ当時からやっぱり戦術だとかもガラッと変わってや、はい、ね、来るところがあるので、はい、まあ、このね、半シーズンかけてやってきたこの八戸この取り組みが、去年この2敗したよって、その藤枝相手に、どれぐらいやれるのかあったので、今のやっぱ現在地が分かるんじゃないのかな。なるほど、なるほど。そのあたりにちょっと注目して、見ていただけるといいかなと思います。はい。続きまして、岩手対ガンバ大阪。はい、23、はい、はい、これちょっとレビューでも話したんですが、うん、どうやらガンバの遠山選手、塚本選手が10月からトップに行くんじゃないかって話とかもあるので、はい、まあ、今年やかに、まあ、はい、もしかしたらね、 J3 のサポーターの方皆さんの相違っていう面もあるかもしれませんけど、ある意味ねもういいんじゃないかなみたいな、もう行ってくれんかねと、そうですね、それで経験積んでくれんかねと、はいはい、そうですね。でもそう考えると思い出されるのは1年前で、はい、メッシの選手がそういうタイミングの時に結果残してマンチェスターシティに行ったっていうのもあるので、そろそろだからこの9月のこの下旬、はい、遠山塚本ドドドン、うん、あるかもしれないから、岩手の皆さんお気をつけください、ね、なるほど、わかりました。はい、はい、そして、福島対今治、こちらでございますけれども、はい、鍵はやっぱりイスマイラかなと思うんですが、うん、ここでちょっと一つデータを皆さん、そしてマンさんにもお伝えしたいなと思います、はい、ありがとうございます。この人実はね、はい、実況でございまして、はい、そうなんです。実は今治、今季、うん、アウェーでは3失点しかしてません。あ、そうなんですね。はい、そのうちの一つが、はいはいはい、前回起こった、うん、16節で起こった相模原戦でのセットプレーではありましたが、はいはいはい、実はそれはね、直前のところで上原選手が退場しちゃってて、いわゆる一人人数少ない状態でのしかも圧かけられるセットプレーなので、はいはい、まあ、多少仕方なかったのかなと思うんですけど、はい、で実はそれ以外の失点というのは6節の鳥取戦のみなんです、それ以外で言うと。はあ、そこで、それも一個は、はい、PK で三沢選手に決められてしまったって形なので、流れの中からじゃなくて、で、はい、残り唯一流れの中から決められてしまったのは、うん、ディフェンダーの石井選手に、いろいろセットプレーだとか、わちゃわちゃいろいろあった時に、うん、今治のディフェンスのそのペナルティーエリアがぐっちゃりしてるところを、はあはあ、ループシュートで上抜かれただけなんですよ。なるほど。っていう風になると、はい、よっぽどそういうなんか妙な状況とかにならない限りは、うん、今治その流れの中からだったら基本的にはディフェンスがっつりやってくると思うので、イスマイラがこう相手のその敵陣に入っていくことだけじゃなくて、福島の選手たちがみんなこうがっつりこうね、エリアの中入ってきた上で最後にこう後ろから来た選手がザシュッとこう決めていくような展開が望まれるのかなと思っております。まあ、でも今治上橋出れないですよね。そうなんです、そこがね、そこに代わりに入ってくる選手が何を活躍するかを今まで楽しみです ね、うん、ね、プラス中2日でみんなぜいぜい言ってる中、イスマイラだけ元気なんですよね、前節怖いんだよね、休んでるんでね、ここはそこちょっと見どころかな、見どころですね、ぜひご覧ください。はい、はい、続きまして鳥取対相模原。はい、ここなんですが、はい、鳥取は前節でね、秋田戦でまさかの 0-4 と、うん、はい、まあ、上位を争う中では結構手痛いいっぱいしてしまったところがあったんですが、うんうん、実は今季鳥取のホームでは8戦で 6試合やってて6勝1敗1分けという、絶好調な成績を残しているので、はい、まあ、対するこの相模原相手でこの自分たちのね、もう絶好調状態のホームで臨めるから、ここで一回秋田戦を払拭できるといいのかなっていう、そんな試合かなと。だから相模原的にはちょっと秋田戦のでシュンってなってる部分もしかしたらとったらあるかもしれない、そこにこううまくつけ込めばとか、
そうですね。ちょっとリフレッシュ鳥取もね、望んでいただきたい、はい、上位でございます。はい、続きまして首位秋田対鹿児島でございます。15時、はい、うん、秋田としてはここ折り返しの、ね、試合になりますが、はい、うん、ここで最難関の鹿児島戦ということになります。最難関と捉えていいんですか。はい、はあ、前年 J2 のチームですから。ああ、確かにそうですね。そう考えたらやっぱり格で言うとね、はい、うん、はい、そうなんですよね。だここで勝てばやっぱりもう超本物とも言えるし、はい、でただ秋田すごいのがね、うん、まあ、やっぱりここまで15試合で、まあ、1試合ねまだやってないのがあるから15試合で4失点なんですけど、はい、なんと今3戦連続クリーンシート中なんですよ、またね。はい、そのもう鉄壁守備陣に鹿児島は、だからこの試合もやっぱり秋田のセットプレーが一つのキーにはなってくるでしょうから、やっぱ鹿児島は前回もあったあの PK 現状じゃないけど、はい、やっぱりエリア付近でのやっぱフリーキックとかも与えるとちょっとあのチャンスになっちゃうから、うんうんうん、まあ、そこがだからね、あのどうディフェンスたちがこう気にしてやってくるのかっていうのが注目ポイントになるのかなと。なるほど、はい、わかりました。続きまして沼津対セレッソ大阪 U23 でございます。はい、はい、この試合なんと両チーム今直近の5試合っていう単位で見てみると、はい、沼津が5試合で2得点、セレッソが5試合で3得点と、うん、なかなかちょっと得点が積み上げられてない2チームになるんですよ、はいはいはい、うん、ただうーって部分もあるんだけど、うん、5安心ごとまでは言えないかもしれないけど、はい、沼津は若手メンバーたちがやっぱり最近こうやってきて、そろそろ連携整ってくるのかなと思うし、セレッソはなかなかずっと勝てない、2ヶ月勝てないっていう中でやっとその勝てない時期を出したタイミングでもあるので、うん、なるほど、両チームともこの若手メンバーたちにちょっとご注目いただいて見ていただけるとかなり躍動差が見えるかもしれない。これ先生中2日じゃないですか、ええ、やっぱ若手の方が回復早いとかあるんですかね。あるんじゃないですか。だってこう、だって特にね、沼津なんかは、うん、あと移動距離ね、それぞれの。あ、それもありますね。それもだいぶ入りますよね、前節からも、うん。はい。だってね、沼津は、そのディフェンダーの、はい、例えば、照山選手とか、新潟から来た秋山選手とか、このあたりは、仙台と新潟とか、あと他にもいるけど、はい、レンタルで来てるわけだ。ここで活躍してると、やっぱ元に戻れないので、はい、なるほど、なるほど。その活躍も意地でもやりたいし、セレッソに関しては、来年 U23 ないので、ここで活躍して、もトップの方々こうは、脅かすぐらいのことやっぱりやらなきゃ。そうだね、確かにその気持ちを見たいよね。あ、ラストスパートしなきゃってことだよね。そうですね、トップに残るか移籍なのかってことだもんね。うん、そうなんです。なるほど、楽しみでございます。そういうことか、なるほど、ありがとうございます。そして長野対讃岐でございます。18時ここからがね、はい、夕方のゲームになりますね、うん。実は長野ここ3試合連続で2得点っていうのが続いております、うんうん、これいい勝ち方ですよね、まあはい、3点とか4点とかでこう圧勝するんじゃなくて、うん、着実に2点取って勝つっていうのが、うん、今季の長野っぽいなって。なるほど、うん、はい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 。でこの両チームはこの J の中でも屈指なこうプレッシング型の両チームだっていうのがするんで、はい、ここのプレス同士が噛み合った結果一体何が呼ばれるか、うん、どっちにそれが転ぶのかってことはすごく注目だなと。はい、特に讃岐プレスも得意ですが、そのプレスかいくぐるっていう重松選手とかもいるので、そのあたりもご注目いただけるといいのかなと思います。わかりました。はい、続きまして、はい、熊本対 YS 横浜です。はい、昨年はなんとこの、対決2試合連続ともドローという相性でした。はい、ただ両チームとも今2連勝中という、これもまたのと一緒、うん、そうですね。ただ唯一去年と違うのは YS にいた浅川隼人が熊本にいることなんですね。うん、じゃあその移動した分がどうなるのか。なるほど、浅川やら新やらいろいろ抜けた YS ですが、また今年も素晴らしいメンバーになってるので、それで立ち向かって熊本行ってどうなるのか、どんな感じになるのか。なんかちょっとハイスコアゲームになる予感も。まあそうですね、うん、で熊本としてはここでね、負けるわけにはいかないので、やっぱ上位秋田を追っていくためにも、うんうん、なんでここのね、一体どんな試合になるのかすごく楽しみでございます。わかりました。はい、さあ最後は富山対岐阜でございます。はい、まあ、うん、両チームともね、その J2 いたからとかもあるんですけど、実は対戦6年ぶりなんですね。うん、うん、びっくりしました。でその中で富山はなんと今年ホームの平均失点が 0.9 と1を切っております。はい、でその富山に岐阜は、まあ、監督がある意味では変わった状態で臨むことになるので、そうですね、お休みされるという、ね、そうなんですよ。だから、はい、ここがちょっと読めないんですよね。フォーメーション変わったりするのかっていうのもあるから、まあでも継続でいくんじゃないかとはね、とりあえず思いますけども、どうって思うでしょ、マンさん。うん、うん、実はここまで、うん、ずっと出続けてきた、フルタイム出場を続けてきた甲斐健太郎選手が、
そうなんですよ。実は出れないってのがあるので、はいはいはい。出場停止で、うん。ってなってくると、ディフェンス1枚変えるから、それに乗じてなんかやってくるとかもあると思うんですよね。そのあたりが、だから富山としても読みづらいところだから、ちょっと注目ポイントになるのかなと思います、はいはいはい。意外とやりにくく、組みしにくくなったりするわけですね。かもしれません。なるほど、わかりました。はい。はい、ということで、J3 第17節は22日火曜日でございます。はい、続きまして、参りましょう。こちらでございます。ドン。J1 第18節よろしいですか。はい、大丈夫でございます。はい、よろしくお願いします。13日水曜日の18時半から参りましょう。札幌柏線からお願いいたします、うん、はい、この試合なんですが、はい、札幌の皆さん、はい、注目、まあこれ柏の皆さんもリムなんですけど、はい、うん、注目はどちらかというとオルンガではありません。あらま、はい、はあ、というかオルンガとか、うん、もしくはあの江坂選手とか今年、まあ、うん、まあ好調だと、うんうんうん、じゃあ何がそれを支えてるのかと言われたら、はい、今ね、その後ろの方々がめちゃくちゃの支えになってるんですよ。はい、ここでね、豊島選手、はい、そして前節得点上げた北爪選手、そして三つ丸選手、うん、この辺りが大体12キロぐらい走ってくるんですよね。いやー、そうなんですか。かそれにあと、だからそこを率いてるのがやっぱり大谷秀和っていうのもいたりするし、はい、あとね、あの中盤からボール出してくる三原正俊とか、その辺りにいたりするので、うん、後ろの方々が安定してるからこそ、前線が輝ける状態になってるから、なるほど、ね、そこが気をつけなきゃいけない。そして、はあはあはあ、今、鹿島、前回は、広島、荒木選手にちょっとオルンガ選手、封じられた部分ありますけど、うん、相手が3バックの時に2トップオルンガ5夜体制で臨んだ場合まだ負けてないというのがあるので、はあはあ、札幌もまた3バックですから、柏としてはこれかなりガンガン攻めてくるので、札幌の皆さんここだいぶがっつりまずはそこを守る、オルンガは封じるそうで言っていただければいいなと。なるほど ね、わかりました。わ、ちょっと楽しみだな。はい、はい、札幌対柏は18時半からです。続きまして鹿島対湘南でございます。熟時間、はい、はい、ここでなんと鹿島だと7連勝がかかった状態になるんですよ。7連勝かかってる、すごい、うん、上げてきてます。しかも鹿島にとってはさらにいいデータとして、うん、あと湘南戦をホームでやった場合、はい、今まで16試合やってるんですが、13勝してるんですよ。はあ、めちゃくちゃ相性いいんですよね。良すぎますねこれ、うん、はあ、まあ、強いて言うんであれば、この試合、キャプテン、三沢健とか出場停止だっていうところが、とはいえ、長木選手に変わるので、はい、むしろ元湘南の長木選手に変わるからこそ、そうか、なところはあるかもしれませんけど、うんうんうん、まあ、そのあたりですよね。なるほどね。だ湘南としては、でもそういう状態だからこそ、しかも相手がその超デュエリストチームだからこそ、はい、いや、湘南したらそこは戦に立ち向かっていってほしいですね。見せてほしいですね。はい。はい。19時からでございます。続きまして、FC 東京対セレッソ大阪。はい。注目この試合はちょっと、はい、はい。超のつくほどの大一番となります。はい。まあ、何かというと、うん、1位は現在ね、皆さんご承知の通り、あの、川崎フロンターレですが、はい、要は2位セレッソ VS、うん、3位 FC 東京だと。はい。いうことになるわけですよ。はいはいはい、ってことは、はい、ここで勝ったり負けたりいろいろあっちゃうと、うん、あったチームとか特にセレッソが勝って東京が敗れるみたいな展開になっちゃうと、ほぼ上位2チームの抜き出しが決定されてしまうところがあります。はいはい、これ何かというと実はレビュー編でも話したんですが、はい、まあ、この試合が一応第18節ということで大体のチームが残り16試合残ってる状態です。はいはい。で、大体その残り試合数ってのが逆転可能勝ち点っていうふうには理論上なるんですけど、うんうんうん、大体、はい、でも現実問題ね、今こう16とかこう20とかこう抜かしてきたチームってあんまりないので、うん、実質的な話で言うと残り試合数割る2ぐらいが大体本当の逆転可能なラインになってくるんですよ。すると東京はこの試合20試合目なので、うん、この試合もしセレッソに敗れて勝ち点7差とかついちゃうと、うん、もう東京も東京ですらセレッソ抜かすことが厳しい勝ち点差になっちゃうので。なるほどね。そうなんです。この試合だからすごいでかい試合、ついてくためにもここは引っ掛けなきゃいけないってことね。そうね。むしろここで東京が勝ってセレッソが敗れるようだと勝ち点差1になるから、うん、はい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 、ここ2位も、うわ、ビッグマッチだね。ビッグマッチだ。ここが実質上ここがかなりのその6ポイント
ゲームになる。もちろんこれは両チームも意識してるはずですよね。ですね。はあ。でさらにそこで今東京はちょっと今ね、メンバーがちょっと疲れてるっていうのがサポーターの方にもちょっと見て取れるぐらいになっちゃってるのがやっぱ打ち返したいし、なるほど、セレッソとしてはやっぱ連勝を鹿島に止められたっていうのがあるんで、だからここからまた新しい連勝やりたいよってタイミングなので、はい、意地と意地とのぶつかり合い楽しみ。わかりました。はい、わかりやすい。はい、続きましては19時同時刻、首位川崎対横浜 FC を迎えます。はい、はい、なんとここの対戦戦績が過去21試合やっていて、なんと横浜 FC はなんと1勝という。おー、はいはい、もうでしかも前回も5対1での川崎なんですよね。だからまあ圧倒的なデータ差はあるんだけれども、はい、どれだけ横浜 FC がこう立ち向かうかっていうのは一つポイントになってくるのかなと思います、はい。まあ、前回ただね、あの川崎守備 もう攻撃もさることながら守備もすごいというチームに対して、横浜市は1点取ったっていうのが前回ありますから、はい、で今回ちょっと川崎もちょっと疲れも見えてるので、それよりかは得点、うん、もちろんね、もちろん横浜市勝利狙ってくると思いますけど、うん、前回の 5-1 ごとの得点差つかないんじゃないかなと思うから。あ、そうですか。うん、そのあたりも横浜 FC がね、どんなメンバー構成やってくるのかも楽しみ。前回 5-1、 前回って言ってもそんな前じゃない記憶ばっかりですよね。そうなんですよね。東京かあのセレッソもね、うん、こないだやってなかったみたいな。そうなんですね。早いです、ね、早いもんですね、ありがたいですけど、はい、まあ、3ヶ月後にはもうリーグ終わりますからね。早い。そうですね、ないな、ギュッと始まったわけですからね、はい、はい、お疲れ様でございます。各所、はい、続きまして、熟時同時刻からこちらも注目マーク、ガンバ大阪対名古屋。はい、ここに一つの警報でございます、複数得点失点警報発令でございます、はあはあ、前回も 2-2 だったんですけど、うん、このガンバ対名古屋って両チームとも複数得点するんですよ、うん、はい、敗戦ってよくある、はい、2-2 とか 3-3 とかそういうのがよく多いんですけど、はいはいはい、でこの両チームここで通算65度目の対戦になるんですが、さあその結末は。でここでちょっと厳しいのがガンバとしては三浦元太不在の可能性があるの で、うん、でしかもこの前回の名古屋戦で得点した選手でもありますから、うん、そこがだからディフェンス誰がハマるのかがちょっと楽しみです、ね、なるほどね。そんな試合だと思います。わかりました。はい、はい、同時刻神戸対鳥栖、こちらどうでしょう。ここね、うん、実は神戸もう1ヶ月以上勝利から見放されてしまってるというのがあります。ちょっと悔しいなって部分はあるんだけど、ただ朗報、神戸は鳥栖戦直近ずっと勝ってるんですよ。はあ、でそう見ると相性的に言ったら神戸だし、うん、最近の流れで言ったらトスだし。なるほどね。でただ今回行ったらどうなのかなっていうのが、トスはちょっと若手メンバーたちがどんだけ走り込んでもめちゃくちゃ元気と。はいはいはい、はい、で神戸はちょっと90分間で考えるとちょっとお元気がなくなってくると。うん、トスのメンバーたちは最初からフルスロットルというよりも最後残り20分ぐらいで一気に圧かけるとかするとトスインがいいんじゃないっていうのは。トスのコンディションのバイオリズムとね、また神戸のバイオリズムは全然違いますから ね、今までの経緯が違いますから。これだからそっか、90分の中でどこ勝負どこに持ってくるかがでかいような気しますね、先生の今の伺ってると。だからトスは最初ちょっと抑えめにある程度入ってのもそうだし、逆に言うと神戸は最初にガンといかないと最後厳しい部分あるから、だからあとはトスがね、この中2日3日の状態でもやっぱり12キロ走れるメンバーが揃っていたら、いやー辛いね。そういうことですか。そんなゲーム、まあ、どっちに転んでもおかしくないですね、はい、うん、続きまして、大分広島でございます。ここなんですが、うん、はい、大分実は15年前にも2試合連続3得点勝利ってあったんですよ、うん、2試合連続、ほうほうほう、でその次の試合が 2-1 で勝って3連勝になった後、その次の試合で負けてしまったというのがありました、で今回大分ちょっと似てて、はい、3得点での連勝をやった後、前節1点差でここも勝ちました。だから15年前と流れ一緒なんですよ、うん、おお、すっごいデータマンらしい。このでもだからここで15年前を超えるにはここですよね。ここでまた勝ったら大分、はあ、歴史上最高の流れが出来上がるかもしれない。なるほどなるほどね、うん、まあでもサッカーの大きな流れとしても2戦連続3ゴール3ゴールってきたら、やっぱりちょっと1個救われちゃうことも多いってことだねえ。ああ、
ただただね、そこでね、ワミエルノが前回オルンガを封じた荒木擁する広島なので、なるほど、デュエルっていう観点だと難しいけど、うん、そこをどうかいぐぐってくるか。前回大分もね、横浜ですし、相手に、うまく相手のデュエルをかいくぐった上での田中達也選手のゴールありましたから、はい、どう相手のプレスデュエルかいくぐった上で得点できるかにもご注目いただきたい。わかりました。はい、そして横浜 F マリノス対仙台、こちら19時半からなります。はい、今ねちょっとどうしても仙台にはあまりね、なんかよろしくないニュースがいっぱいこうボンボンとこう続いてしまってるのがあるんですけど、うんうんうん、僕ねここちょっと注目だなと思ってるんですよ、この試合。はい、はい、前回のこの前半戦であって横浜 F マリノス対ベガルタ仙台って、はい、後半のアディショナルタイムに失点しちゃったんですよね、仙台。しかもその直前でディフェンダーのアピアタビア久志選手が怪我でちょっと離れたところにマルコスジュニオル決められたっていうのがあるから、はいはいはい、ただ逆に言ったらマリノス相手に90分間をほぼ完封できたっていう仙台一つのファクトがあるわけですよね。なるほど。じゃあそのマリノス相手に今のメンバーで打ち勝つことができたらちょっと浮上の流れ取り戻せるんじゃないかな。はあはあはあ、自信になると、まあ、そうですね。ただ当時よりかは4バックから3バックに変わるとかっていうのもあったし、ただそれ見越してか今仙台も実は 3-4-3 ちょっと似たようなフォーメーションにもなってるので、うん、まあ結構数的優位作りづらいような本当に同じフォーメーション同士みたいな試合になりそうだから、はい、まあがっぷり四つ楽しみな試合になるんじゃないでしょうか。うん、なるほど、はい、わかりました。はい、そして J1 最後でございます、清水対浦和。普通で言ったら浦和の流れです、今の流れはね、うん、ただ清水は前回ついにトンネルを脱しました。いやそうですね、 3-0 で勝ちました、はい、ただ脱してない人間が一人だけいるんですよ。え、はあ、みんな脱出した、はあ、ただその脱出して 3-0 で勝った試合に、うん、今季これまでずっとディフェンスを牽引してきたはずの辰田優吾だけは出場停止でいなかった、はあ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 、チームの流れに一人だけ、いやここでやってくれるでしょう。なるほど、やってくれるっていう話ですねこれね、うん、はあはあはあ、しかもそこでの対戦相手が、うん、浦和のフォワードレオナルド、うん、いいじゃないですか、レオナルド VS 辰田優吾、これは見どころ多いですよ。相手にとって不足なし、不足なし、両チームと、うん、今年一気にディフェンダーとして A 代表までこう狙えるようなところまでやってきた辰田優吾、うん、J3、J2 とこうね、いやー試されるねこれ、うん、ここで辰田抑えたらでかい、見てんねこれは、うん、ポイチアイが見てんねこれは、絶対見てん、うん、そうか、うん、あと最近ちょっと気になってんのが、うん、なんか橋岡選手が2戦連続で欠場してるんですよ、ベンチに見なくて、はいはいはい、の そっか、そこがちょっと気になってはいるんですけど、ただその代わりに岩竹選手がフラフラと出てきてなんかいい感じになってきてるのと、うん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 、あと今季はねやっぱり、ね、柴戸選手なんですよね、浦和はボランチ解散ね、そうなんですよ、めっちゃ走るのよね、うんうん、で今年といえばその何人か走る系の人間いますけど一気に台頭してきたと思うのがやっぱ柴戸とあと柏の豊島みたいなところがあるので、うん、やっぱこの走り屋たちにこうねこの過密日程の中でこう頑張ってもらうっていうのは、なるほど、なんかこううわーすごいな、うちのチームにもこういう頑張るやついるんだなっていうのこう、うん、なんか日常我々生きていく中でのなんかこう糧になりそうな感じが、頑張ってほしいなって思っちゃう、ね、頑張りを見てちょっとね刺激受けるのもスポーツの魅力ですもんね、ですからね、でございました、ありました。 J1 18節は23日水曜日です、はい、です。よろしくお願いします、ぜひ見ましょう、はい、はい、そして、最後は J2 第21節になるんですね、 J2 はね、そうなんでございます、こちらも水曜日でございますけれども、はい、行きましょう、注目マーク京都対栃木でございます、はい、はい、なんと京都は今年ホーム8戦全部負けはありません、わお、新スタパワー、しかも今月まだ1失点しかしてないという、わお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 、そんなところに終盤の栃木、はい、前節ね浦和戦劇的でした、浦和戦、そうですね、はいはい、いや流れは今栃木めちゃくちゃ持ってるのがあるので狙うならここだ、ここ取れるとまた大きいですよね、あと粘りの栃木とも僕は言えるのかなと思っていて、はい、これ京都の皆さんにもちょっと気をつけていただかなきゃいけないのが、うん、前日いわゆるこれ実はね、マーさんこのプレビュースカウティングの中で、はい、ここね岩田戦勝ったら順位入れ替わりますからってマーさん言ったんですよ、はいはい、そうです、で実際にその栃木とジュビロの順位が確かに入れ替わったんですよ、はいはいはい、なんと今回6位京都勝ち点31、はい、7位栃木勝ち点30と、またわおわおわお、またそういう対戦なので、対決ですね、
分かりやすいですよね。ここ破って行こう行こうとかっていうね。そうなんです。そしてこれを皆さん J2 のサポーターの方にもう一回お伝えしたいんですが、これで残り今現在、残り22試合でございます。はい。で、それの残り試合数割る2の数値が、うん、ある意味では結構現実的な逆転できる数字かなっていう勝ち点差なんですよ。各カテゴリーでね、先生が教えてくれてますけど。はい。そう考えると、今2位の徳島が勝ち点40なので、はい、そこから11引くと勝ち点29なんですね。うんうんうん、栃木30、京都31だから、はい、一個ちょっと落とすと上のそのね、どんどん勝ち点取っていく流れに飲みから置いてかれてしまうので、ここ両チームとも開けられません。意外と落とせないってこと、先頭集団について食らいついていくためにはってことですね。そうですね。昇格のことを考えれば落とせない姿勢になるのかなと思います。6位と7位の対決でございますと。はい。ですね。注目でございます。はい。そして大宮対徳島、こちらも注目マーク先生がつけてくれてます。これ、前回町田戦で大宮ついに、はい、無失点。獲得いたしました、はい、よし流れに乗っていきたいぞというところなんですが、なんとちょっとよろしくないデータが入っていまして、ほう、なんと今まで大宮対徳島、うん、大宮ホームでは、うん、徳島が過去4戦全部勝ってるんですよ。はあ、意外なデータ、意外なデータなんですよね。一回もなんか引き分けもないんですよ大宮。へえ、だからそのデータを払拭なるかと。実はちょっと最近こういう J2 ではその相性系のデータがそのまま反映された結果になりやすいっていうのもあったりするので、なんなんでしょうね、相性ってね、本当ね。なんかね、それで考えるとちょっと大宮苦手だぞってところはあるけど、うん、前回せっかくねスコアレスで行ったところがありますから、うん、まあ、ここがこうまた流れをこう掴んでほしいなっていうのがすごくあります、ね。なるほど。はい。そんな試合でございます。はい。続きまして千葉山口の一戦。もうちょっと言いたいような話になっちゃうんです、実は。なんとですね、山口、アウェー今年まだ勝ったことがありません。ああ、本当？はい。ああ、そうなんですね。なんだけど、実は、この、千葉もですね、今年ホームであまりそんなにいい成績が残してなくて、10戦3勝なんですよ。だから、どっちのこの、それぞれホーム、アウェー、それぞれであまりいい成績残してない中で、一体どっちの力が上回ってくるのか。両チームとも前回の対戦成績、千葉は岡山に2対1、山口はヴェルディに2対1というのがいきますから。さあどっちの流れが今上回る、止めたくないもんね、どちらも、ね、しかもちょっとホームでちょっと勝てないっていうのはちょっとね払拭したいところですもんね。勝ちたいですからね、どっちの勢いが来るのかというところを楽しみに見ます。勝ちました。はい、続きまして町田長崎でございます。10時。はい、実はこの両チームとも直近3試合で考えると2分け1敗っていう、はい、実は勝ちのない2チームなんですね。だからうーんっていうところはあるんですけど、うん、ここなしかもね、かなりこの過密日程なんですが、はい、町田の右サイドバックの小田選手だけは出場停止で前回大宮勢不在にしてるので、うん、スタミナたっぷりなんですね。なるほどなるほど。長崎は小田をどう抑えるかってのがこの試合の一番。なるほどね、うん、これで過密になってきますとね、休んだ選手を注目しなきゃいけないっていうね。そうなんですね、JCL のね、イスマイラ選手とかもそうでしたけど、そうですね、そうなんです、ここをどう抑えられるかかな。はい、あとただね、途中から出てくるルアンとか町田はこう、ね、注意しなきゃいけないところもあるし、あとどっちのチームもセットプレーを持ってるチームですから、はい、まあ影にはなるかなと思うので。ルアンのシュートすごかったしね、前節のね。すごかったですね、止められないもん誰にも。あ、止められないね。さあそれもまた火を吹くのか、そんなところも楽しみな。はい、町田長崎は19時から同じく時間です、松本琉球。はい、はい、ここちょっと面白いのがですね、もともとの通りになりだしたってところがあって、ほう、まず松本ちょっと途中守備がふわっとする時期もあったんですけど、なんか最近ちょっと特にサポーターの方の入りとかも戻ってきたりだとか、うん、ね、それこそね、入るようになってから、もしくは最近 その手拍子 OK になりだしてからというか、ちょっと変わってきた流れがあって、なるほど、守備が良くなってるんですよ。失点してるかどうかと守備が良くなると、実はこれ別軸なところはあるんですけど、要は途中でのその脱臭相手の攻撃を積む動きっていうのは松本最近よくなりだしてるところがあるから、うんうんうん、それがこの琉球戦でもどう生きるかと、うん、
で琉球やっぱりね選手入ってきて前回は水戸戦なんかではその水戸もね、もう琉球のポジションがやばいっていうのに中央にたくさん人を配置して止めるぞって してきたぐらいだったので、うん、もう琉球のそのポジションでそこから連携させ出したら怖いっていうのはもう敵チームもみんな分かってる状態だから、はいはいはい、でもそれを上回って勝ってくるのが琉球だったりもするので、はい、なるほど、このダッシュ力とポゼッションどっちがいけるのか、そんなところにご注目ください。うん、そこがポイントですね、はい、続きまして同時刻金沢対ヴェルディ、はい、こちら、うん、大卒ルーキーの加藤選手が2桁得点にリーチでございます。すごいよね、はい、うん、やっぱここではねそれこそ同じ大卒ルーキーで言ったらヴェルディで山下選手なんかもいますから、はい、ヴェルディ今若手メンバー両チームともあの若手メンバー多い試合なので、うん、まあ、特にね結構あのいろんなこう上位チームとかあの J1 クラブとかに輩出してきたようなチームでもありますから、はい、そうね、まあ特にこうね J1 の試合もね重なる日ではありますけど、うん、J1 のスタッフの方々が見てそうな試合だなって。ああ、なるほどね、ちょっと見本市的なところもあるよということですね。そうですね、まあもちろん両チームのサポーターの方々も、うん、いや出てかないでってのあるけど、うん、まあ、ただそれだけこう若手が躍動するゲームになると思うので、全選手にまずご注目いただきたいなと思います、ね、なるほど、楽しみでございます、はい、そして、はい、岡山対山形でございますよ。はい、この両チームも最近の課題実はね枠内シュートに、ね、が入らないとかペナルティーエリアの中に侵入できないっていう課題を持っちゃってる2チームなんですよね、うん、はい、ただ、ちょっとご安心をと両チームにも言いたいところが、はい、なんだか今年の J2 の鍵は先ほどお伝えしたところあの 相性がねいい方が勝ちやすいとかっていうのもあるんですけど、うんうんうん、もう一個あるのがあの両チームとその明らかな課題を誰にでも分かるような課題を持った状態で当てる両チームが対戦すると、特に同じ課題を持った両チームが対戦すると、はい、その後良くなるっていう傾向があるんですよ、うん、はい、だからもしくこの2チームもしかしたらこのお互いのこういやあっちも枠内入んねえなあっちも枠内入んねえなとかやってる中で、うん、何か掴むものがあるかもしれません。そのシーンをちょっと見てみましょう。今までよくありましたからこういう体制、なるほど、ね、この20試合の中で20節までの中で、はあはあ、お互いが修正力を働かしてってことですね。うん、そんな感じあるんじゃないかなと思います。なるほど、ありました、はい、楽しみです。続きまして、はい、愛媛対新潟、オレンジ互助会発動あるとこれよくありますからね昔から、はい、どういうことでしょう、はい、これはあのオレンジ色のチーム同士をなんか引き分けやすいとか、あのね前半戦で勝ったら後半戦は相手チームが勝つとかよくそれがあったので。なるほどね、うん、あのそもそもオレンジ色が多いんですよ先生。まあ ねそれそこをね忘れちゃいけないんですよ。よくこれこうねこう言われやすいことで、面白いですよね、いろんな語り方があります、はい、でただこれ愛媛前節ですね、うん、まあ、そのためにもの話ですけど、はい、前節はちょっとあの序盤戦が良くなくて、ただ終盤になるにつれて良くなってった、フォーメーションを変えたら良くなってったっていう傾向がありますから、はいはい、そのあたりでフォーメーションを変えてくるか、そのあたりサポーターの方々ご注目いただきたいのと、うん、この試合僕もう一個注目したいことがあって、うん、にあの最近ね、髪色変えた新潟の中島選手、はいはい、とあと愛媛の、ね、ディフェンダー茂木選手が、うん、なんか紫色みたいな感じの髪色に変えました最近。そうなんですか。めちゃくちゃまっすぐ分かりますから、はい、分かりやすいのはいいことですよね。そうですね、あのちょっとだから あそこに茂木いるやんみたいな感じで、ね、ちょっと楽しんでいただければ。あ、そうです。結構髪色に結構注目できるようなカードでもあると思う。いろんな話ばっかりじゃないですかこの試合全然。それだけ楽しみがこのなんかね戦術だどうとか意外なところにあるってことですよ、なるほどですね、わかりました、ありがとうございます、はいはい、続きまして福岡群馬でございます、はい、はい、5連勝アビスパに挑む絶好調群馬の大前田中コンビ、はい、ということですけど、ね、ふわっとして、ね、うん、あの本当にね今福岡に流れがあります、真面目な話、はいはいはい、その前ひろゆきが戻ってきてとかってこともそうなんですけど、それ以上に、うん、あの前節金沢戦で、はい、あのファンもハンドっぽいことありながらそのボール当たったボールが、ね、敵のディフェンダーにさらに当たってオンゴールになっちゃったとか、うんうん、あ、そうですね、みたいにいわゆる流れが明らかに風が福岡に向いてるんです、はいはいはい、うん、ただ群馬も今連勝中なので、うん、どっちの流れが強いのか、そんなものを見れるカードにもなるのかなと。なるほどね。そしてちょっとここであの福岡の皆さん、嬉しいちょっとデータを持ってまいりました、はいはい、前ひろゆき選手の、うん、個人勝ち点というものがあるんですけど、うん、データがあるんですが、うん、前ひろゆき選手、うん、今ジェツトップ、はい、まあ、前選手まだ負けてないんですよ彼が出場してる試合って、はい、
今の J1 だったら沖雄也選手がそうだってのもあったりするんですが、うんうんうん、なんでちょっとそのあたりがこのねいわゆる不敗神話というかこれがいつまで続くのか、うんうん、そんなところも楽しみに見ていただければと思います。はいはいはい、強し北九州 VS 水戸、これはちょっとアタッキング楽しみな一戦ですよね、うん、ただここで僕は、まあ、戦術もいろいろあると思うんだけど、うん、ここに注目してみてはいかがかなというものを持ってまいりました。何でしょうか、マリノス同期の町野対山田子。はいはい、同じ99年生まれの2人ですね、うん、でお互いね今年、まあ、それこそ町野は先に北九州にレンタルってこと去年があって、うん、山田浩太も、まあ、去年はね名古屋にレンタルされたり今年は水戸にレンタルなんてことありますけど、町野はそれこそ自らそれこそマリノスっていう態度を立って北九州にやってきた、はあはあ、はいはい、完全ですもんね。そうなんですよ、うんうん、だからで今年山田もそのマリノスからレンタルで水戸列車の修行を積んだけど、はい、互いのこの選択したプランどっちが当たってるんだってことを証明したいですもんね、お互いね。そういう勝負、ライバル意識はあるでしょうねここはね。来年ね、それこそだから北九州さ、うん、J1 っていう道も可能性がすごく今高い。いや、そうだよね。やっぱ J1 ってなってきたら、うん、来期になっちゃった東京オリンピックがありますから、町野にとっても逆転見えてきますから、ね、楽しみですよね。これは面白いですね。山田も来年多分マリノス戻ると思うので、はいはいはい、来年は J1 で見られるこの個人対決かもしれません。なるほど。はい。面白くなってまいりました。続いて、最後、岩田対甲府でございます。はい、19時半から、うん、はい、ジュビロ、この甲府戦ではホーム10戦7勝っていう好相性なんですよ、うん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 、めちゃくちゃ相性いいんですが、ただなんと、はい、そんな甲府さんなんと今月9月無失点、うん、1点も取られてないっていう、はあ、そんなチームなので岩田としてはやりづらいですね。はいはい、そうですね。そうですね、ここがだから相性が勝るのか今月の流れが勝るのか、うん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 、そんなところになってくるのかなと思います。なるほど、そういう、ね、やっぱちょっとね今回データ寄りのあれでいくとそういう見方もできるっていう角度の提示ですね。そうですね、あとそろそろやっぱり小川光輝の得点が見たいな、そっかしばらくないのかっていうところなんですが、ちょっと皆さんこの J2、J3 せっかくこのプレビューの中で伝えてるので皆さんにお伝えしたいのが、はい、なんとあの J2、J3 の特にあの若手に特化した企画系の動画をちょっとまた今度出しますので9月中、はいはいはい、皆さんニヤニヤしていただけるいい顔して、まず先生がニヤニヤしてますからね。いやー、もういい動画になると思いますので、なるほど、お待ちください。これは絶対そういう時は絶対面白いやつだからな。面白いやつにする自信があります。 ありがとうございます、お待ちしております。はい、ということでございました。はい、ということでやってまいりました、こちら、J2 第21節そして、うん、全部やったのもうね、やりましたもん全部。ああ、そこそこ、なんかもう早いですよ。あっという間でした、先生ありがとう、うん、今日はスパッてやりましたからね。ありがとうございます、はい、ということでミッドウィーク連戦が続きますけれどもね、ぜひJリーグ楽しんでまいりましょうということで、皆さんお体もご自愛くださいませ。そういうことですね、うん、先生もそうしてくださいね。はい、皆さん、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミー毎日やってますね、いろんな生ライブもやってますし、メンバーシップも始めました。そして、チャンネル登録ぜひしてお待ちいただきたいと思います。データベースも入っております。井上マーでございました。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ミッドウィーク楽しみましょう。バハハーイ。